どうしたのですこんなとこに呼んで。神、ウリエルはダイヤの原石を見つけました。あの言っていた、はい、宗教おばちゃんをやっと倒せるような、はい、惚れさせれるような、はい、ダイヤの、はい、原石を、はい、見つけた、はい、ウリエルが、はい、ウリエルが見つけました。私です。あなただったのね。本当は私でございます。ガブだったの。はい、ガブリエル見てください。よしなさい。え、ウリエルです。できるわけないじゃないですか、こんな気持ち悪い緑のやつ。一緒です。もういいわ。どこにいるんですかその原石は。あちらでございます。私が案内します。行きましょう。どうぞ。何なんですか。彼なら宗教場所をあなたに決めましょう。違います。こちらでございます。はい、そんなわけはございません。展開に帰りますよ。神、はい、少々お待ちを。原石でございます。宗教場所は怖くて逃げてしまうわ。ガブとウリは体育版をしております。この子が本当に変身したら男前になるのですか。はい、さようでございます。仕方ないですね。彼を借ります。来なさい。じゃあ皆さん並んで。ワッフルは、はい、どういうことですか。ちょっと、ちょっと連れてください。ちょっと、ちょっと待ってください。はい、3回、はい、下界に降り立った神と天使たちはついにダイヤの原石と呼ばれる男を確保した。天使たちが言うには、この男は宗教婆ちゃんの前に立った時のみ世界一の美男子になるという。あいつを口説き落とせるのかと心配している神たちの前に、ついに修羅の国より宗教おばちゃんが現れた。神たち4人と1人のおばちゃんとの壮絶なる戦いが今ここに始まるのだった。はい、もしもし。もしもし。あ、どうぞ。失礼します。ごめんなさい。失礼します。何これ。お久しぶり。お久しぶりです。なんか新しい方連れてきたんだ。はい、なんかテレビで見たことあります。どうですか。え、芸能人だよ。え、そうです。すごいですね。はい、だってあのおばちゃんがいつも頑張ってるからさ、はあ、ちゃんとみんないろんな人に聞いてもらおうなんて思って。うん、え、今日頑張ってみた。え、そう、いつもほら僕たち呼ぶだけ呼んでさ、はい、集まりのとこもギリギリこの間も行けなかったじゃん、うん、はい、本当に。まあでもあれはコロナもあったじゃん。はい、はい、俺たちだってね、行きたかったんだよね。そうだよ。え、出会えて光栄です。綺麗でしょ。めちゃめちゃ綺麗です。さっきあんま好きになんなよ。もうあれ、惚れてもた。おい、ダメだろ。つまりな、俺の女だから。めちゃめちゃスタイルいいっすね。え、スタイルも顔も本当に。てかその帽子どこのやつですか。いや、めっちゃおしゃれ。上から80、うんうんうん、80、80。ちょっとやばい。いいね。はい。え、逆にいいね。ストレート。は？いいっすね。うん。何ですかこれ？いや、何も冗談じゃなくて、今日は本当に話聞きたいの。ですよね。うん。今日だから呼んだんだから。はい。あの聞きたいっていう人がいたから。え？俺たち全然聞きたくなかったけど。うん？いや、聞きたかったよ。ちょっと本見せると。はい。今まで大変な時期やからこそ。うん。こうやってね、コシエの本をね、お見ていただいて。うん、なんでこんななんか安らぎの何々とか何月号とかなの。あるんです、月々にあるんです。おい、すごい。おいおいおい、いいよね。へぇ、おい、めっちゃためになるんですね、これ。ライフスタイル。おい、おい、それをイメージして。おばちゃんのライフスタイルに僕取り入れてくれませんか。いや、何、いや、俺らはいつもライフスタイルに入ってるよ。すでに、もうすでに。だよね。うん、だよね。すでに共存してんじゃん。は？だって毎日朝起きたらおばちゃんのことしか考えないもん。いや。何がバズるかなって。バズる？ん？は？はい。ん？ん？ん？え？え？あ？何？上手だね。すごい。すごいね。いいな。ちゃんと呼んでくださいね。いいよね。いいですねこれ。なんかおばちゃんの良さがすごく伝わっていい。あ？うん、これ一旦返すよ。ちょっとちょっと、はい、あ、ごめん、強く握りすぎちゃった。気持ちが強くて、うん、大事にしてくださいね。うん、真剣におばちゃん、マジであの宗教、うん、いっぺん聞くから今度、うん、僕も聞きたいです。え、どちらの方。僕、大阪です。大阪。はい、大阪。大阪です。ちょっと大阪の支部あるんです。すごい。
いや、あるんですね。そう、あるって知ってましたから。彼は知ってましたから、あるって。見てください、こちらね。パンフレットでこちら電話してもらったらね。ほら、大阪支部ってここ。ほら。かけたいよね。電話番号ここに。あ、かける結構です。は？あ、もう覚えたんで。覚えました？はい。ここほら、大阪支部、ほら。あ、はい。もう覚えたんで。うん。お願いしますね。はい。で、ボバちゃん、一、うん、人しか行けへんとしたら誰連れ行きます？え、一人だけ、その今度の会話会かなんかあるやん。はい、あれ一人だけ連れて行くんやん、ボバちゃん。誰と行きたい？一人だけ、うん、危ないそうだろ。はっきり言わすなよ、おばちゃんに。あの、ねえ、おばちゃん、ピンクの方は一番ないです。一番嫌。じゃあ三択で。三択でも、もう真ん中の方。え、それ見た目で。あの、お三人さんを私人として見てないんです。なんで？お話も聞いてくれへんし、人の道を正してからやっと人やなと思いますし。おばちゃんも人ちゃうで。うん、何？妖怪やで、うん、は？どっちか言えたらマジで、うん、は？この妖怪め、ちょっと悪霊退散。悪霊臨病当社怪人烈災全いや、何？ちょっと早くよ、早く。俺らが普通、こんだけおてんの顔ばっかりで、本当に誰とんねん。は？何が？真っ黒ちょっと帰れ帰れ、もう大阪、僕のベッキーになってくれません？は？そして、ゲスの極め、おてんめしょや。ちょっとおかしいん違います？やっぱりお仲間やね、やっぱり。失礼します。メニューバイジュって知ってか？変えるんですか？これはダメ。ゲテモン専門店があるんですよ。マジか。うえー、あと、鹿。鹿自分でやりたいです。あー、前からやってますね。で、豆知識で一個言っていいですか？はい。カルビってどこの部位か知ってます？はは、レバーですね。レバーって内臓じゃない。絶対レバー。お腹。内臓。お腹。カルビじゃん。骨の周り？お腹。いや、違うんですよ。カルビって、どこにも所属してない。そうです。だって、いや、お前、だカルビっていう、あれはないらしい。カルビってどこの部位？あれはもう普通に、なんかこう、ちょっとこう、美味しそうやなってところをカルビって言ってるだけで。絶対嘘やん。いや、なんでもカルビ。ほんまに？絶対嘘やん。まあまあまあ言えば、でも大体そのカルビとはまあタンっていうちゃんと名前あるからタンって言ってるけど、まあカルビはもうほんまにどっかない、お店の人がこの肉の部位はカルビだった。そうです、そうです。絶対嘘やん。